羊として脂が乗ってる時期の羊だよ。僕の名前はお羊。オスの羊ってことさ、僕を見たらみんなわーオスの羊だーって思うことがたくさんあるよ。僕の名前は江口拓也。この辺りで幅を利かせている羊の中のオサ。今日はいろんな羊、今日はね、せっかくだからやっぱり、ね、羊たちの魅力っていうのをみんなに知ってもらうために草食べたいな。シープマッチ、シープマッチ、これをプレイしていきたいと思うよ。可愛い羊じゃねえか。ルールを簡単に説明するよ。手札はまず8枚。ね、この中からマッチすると思うカードを2枚以上出して絵柄を合わせるんだ。例えば、私はカラオケに行きたいよっていう人、僕は家でゴロゴロしてたいな、みたいなさ。これシチュエーションが合ってるかどうかっていうこと。そう、なるほどね、これはちょっと今悪い例だったけど。これさ、紙かな。あ、ね、ちょっと食べてもいい。お羊ダメだよ、食べちゃ、ね、チンギスカンにされるぞ。それだけは絶対にやだ。勘弁だめーみーだ、ダメ。羊ギャグ、羊ギャグ、羊ギャグだ、羊ギャグだ、ね、今日も絶好調だ。羊絶好調だな。よっしゃー、行くぞ。じゃあ一応これは負けたものは命を失いジンギスカンにされちまうってことか。ジンギスカンにされちゃうのこのゲーム。闇のシープマッチ、闇のシープマッチか。誰から行く。じゃあ羊じゃんけんしようぜ。羊じゃんけん、じゃんけん、ムメ。仲良しだな、仲良しだ、アイコネメ。じゃんけんめ。じゃあ僕から行くよ。そうだな、羊あるあるから行くか。羊あるあるから、羊あるある。ああ今日も元気ねえな。どうしたもんかな。ゾンビ羊くんだね。ゾンビ羊だ。ああの有名な、あ死神様じゃないか。死神め様だ。死神め様。死神め様。死神め様じゃないかな。ねえねえねえ、死神め様。僕、今日元気ないんだよ。どうしたらいいかな、死神め様。長いな。死神め様。あのねえ、天敵撃つのが一番早いよ。いっせーの。ダメダメ。なんでよ。世界観がね、よくわからない。あと死んでるじゃん、こいつ。長かったし。ふざけんな。これどっからどう見てもゾンビダメ。ほら、3枚引いてよ。3枚引くの。そうだよ、同じだけ。ダメだった場合はね。そう。じゃあ、井口拓也。行くんダメ。やだな。怖いな、怖いな。この辺りに、心霊写真が撮れる場所があるって聞いたんですよ。怖いな怖いな。へっ、そんなもの怖くなんかなんともねえよ。怖いな怖いな。え、じゃあ撮りますよ。はい、チーズ。カシュ。おお、せーの、しゃあ消した。こうやってやっていくんだね。そうだね。シンプル以上ベストだね。今のは真面目な回答だったね。真面目な回答でいいじゃないか。こうやって遊ぶんだよ、このゲームは。じゃあ次は僕のターンだね。いやー、寒いなー。寒いな。寒い。いや、寒い。最近寒いのよ。いや、もうこれ羊だけに。ラムいなー。ラムいなー。誰か助けてくれないかな。お困りかな。僕が包み込んで温めてあげようかな。それいいね。
せーのちょっとなんかまあね、スマートではなかった。あのちょっとあの勢い、面白かったけどね、勢いがね、じゃあこれは半分だからね、全員がグッともらわないと。確かに、確かに、ね、3枚だね。お羊のターンだよ。お羊か難しいなあ、最近いいことないな。全然いいことないよ。わかるわかる。わかるわかる。そんな時あるよね。パクリじゃん。パクられてる。疑惑だよ。これは。のこれは何？せーの。なんで？明らかにさっきバット出したやつ。ねえ。俺グッド出してたらいいけど。なんでよ。バット出されてるからね。なんでよ。いいじゃんこれ。はい、これを食べて直して。せーの。ねえ。はあ。いいこと思いついた。いいこと思いついたぞ。なんだ。天才的発想だ、まさに。なんだ。よーし。いいことを思いついたから実行しよう。忘れたせーの、はい、これとこれを使ってこれ作ったらピューって言ったら落としなんて穴ってピューせーのなんでだよなんでめちゃくちゃ面白いからやっぱまだ見たいよね。まだ見たいよ。それはあれはまだ見たいよ。上がらせてくれ。へいらっしゃい。うちは丹精込めて作った寿司が有名な店です。いらっしゃいませ。寿司一つください。かしこまりました。はい、一丁マグロいただきます。パクパク。うーん、手だらけせーの。ねーこれは良くないよ。これは良くない。やっぱ勢い系は良くないよ。あ、流れ星。あ、流れ星。お祈りしなきゃ、うん、お願い事をしなきゃ、うん、あ、流れ星。新しいパソコンが欲しい。新しいパソコンが欲しい。新しいパソコンが欲しい。願いが叶うといいな。ふわ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 。その流れ星だと思っていた光は私だったんです。せーの。きたきたきた。よし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 。これはね、絶対大丈夫だよ。自信作。自信作きた。お母さん見て見て。羊が釣られてる。せーの。よしよし。顔やめろ。僕なんかもうダメだ。おしまいだ。これはダメだな。もう悪魔に魂売るしかないわ。世の中ぶっ潰すしかないわ。悪魔。俺の力が欲しいのか。誰？俺は悪魔だ。悪魔？お前が悪魔だって言うか。悪魔だ。俺と手を組めば世界の半分がお前のものになる。さあどうする。おい、悪魔本当に出てきまっちゃったよ。
どうすりゃいいんだよこれ。やべえな。しゃあ仲良くなる。させない。よし。いやあ。正義は勝つ。もしもし、もしもし、今通販見たんですけど欲しくて、商品ください。はい、お待ち。こちらお届け物です。わー、やった、届いた届いた、嬉しい嬉しい嬉しい、やったヒヒヒヒヒ。おいらはこそどろ羊。よし、盗んでやるぜこのプレゼント。シャ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 。そうはさせない。ベッシュ。はい。せーの。ねえ、決めるよ。お、決めてください。僕は走るのが大好き、とっても走るのが大好きで年中走ってるんだ、うん、そんな僕のパパとママを紹介するよ。まずはパパ、いつもサングラスかけててすごいかっこいいんだ。そしてママ、いつもお化粧していてとっても綺麗だな。そんなパパとママの二人の間に5つ子が生まれたんだ。僕は感動。